ホーク君から監視の提出があった。今回は一句だけである。ホーク君の悪い癖、うわーと数多く出すと思うたら、パッと一つしか出さなくなる。これ熱しやすく冷めやすい。なあち、熱しやすく冷めやすいという、なあち努力は続かない。努力が続かない。やはり努力は続かんといかん。長い長い努力で成功に至る。うわーっとやろう思ったら全然やら、ほとんどやら。こういう男は熱しやすく冷めやすいというものなら、それをまず第一、ホーク君に言うておく。もう35、そのぐらいのことが分かっとかんといた。さて、貧苦の一男児、能がいる。上部の息衰う。人へに思う、損し損すればと。一人といて個人にキス。白黒はよろしい。字がちょっと間違うている。貧という字、先生が書いているように字引きを調べなさい。一句目の貧という字、四句目の毒という字、そしてこの一句の中に一男児と上部と二つある。これは同じような意味である。字が違うても同じような意味の言葉を2回使ったらいかん。それで後の上部を書いてみた。貧苦のがあった方がいいな。の一段字、こうなく、あるいはさだ、その上に書いている。こうなく、これはわかるな。さだというのはけつまずくということ、まあ失敗するということ。さだ息衰う、こういうふうに引いたい。それから人へに問う、宿死損すれば、とは問うがいる。それから一人問うてじゃなしに、問いて、と引いて、個人とキスじゃなしに、個人にキス。こういうふうに、送り仮名一つによって、意味が随分変わってくる。
送り柄によって随分意味が変わってくる。そこら辺の微妙なことがまだ幸福君の頭で分かっていない。これ貧苦の一段字、和があってもなかったりもいい、こうなく息衰う、ひとえに思う、宿死損すればと、損すればと、一人といて個人にキス、この貧苦の一段字、こうなく息衰う、これ丈夫の言うのはまずい、ひとえに、ひとえに、思う、宿死、存すればとは、存じゃない、損すればと。この字は、損とも、存とも読めるけれど、この場合は損すればと。一人思うて、じゃ、思して、個人とキス。この個人とキスというた、全く意味がわからん。個人にキス。個人とキス言うたら全く意味がわからん。個人にキス。まあ因を決定する管理はまあこれでよろしい。旧漢字から新漢字、これでよろしい。この毒という字、まずいな。獣編はこんな字じゃない。獣編はこんな字ではない。先生丸いけておいた。獣編をもう一回調べてください。特にあなたは字の形が間違っているとともに、右上から左下へ書くんか、左下から右上へ書くんか、筆順が間違っている。筆順というのはわかるかな？筆の順序ということ。これが間違っている。筆順という言葉も覚えておきなさい。今まであまり教えていないが、筆の順序のことである。今ここへ書いといてあげる。ここに書いておいた。筆順ね、これ。これを筆
順が間違っている。獣の獣の筆順が間違っている。分かったかな。はい、その次、この個人という意味、もう一回字引きを引き直しなさい。個人という意味、もう一回引き直しなさい。昔の人、死んだ人、過去の人、これは間違いじゃないんだけれど、この前、この場合は昔の学者や愚徳者と書いているはず。これ字引き行くとき注意、たくさん意味がある。そのうちのどれを取るか、何でもいいから取ったらあかん。確か個人には昔の人とか死んだ人とか過去の人という意味もあるわ。昔の学者や愚徳者というのがある。この場合はこの詩のことを考えた場合、昔の学者や愚徳者でなかったらいかん。これ宝器君、ここに有徳者と書いているが、これは愚徳者と読む。知らんやろうな。愚徳者と読む。間違わんように。この場合の個人はいろんな意味があるが、この昔の学者や愚徳者の意味である。さあ、そういうふうに考えた場合、および先生が漢詩を直した。漢詩をこういうふうに直して、読み下し文も直した。すると、この異界がだいぶ違ってくる。1組目、2組目は貧乏な一人の男子は、こうなく息が衰えている。で、まあいいだろう。しかし3組目、4組目は全然違ってくる。3組目、4組目は人へに思う宿死損すればと、これは本人のこと、本人が人へに思っている。宿死があればなと、そう思って一人解いて、昔の学者や愚徳者に教えてもらうことを期待している。そういうふうな意味になる。まあだいぶよく調べるようになったけれど、まだまだちょっとここら辺の読み下し文あたり、おかしいところがあるんで、まあ考え方やな、頭の動きがまだ足りん。全体として筋が通らん。
ということが、この漢詩を見たり、読み下し文を見たり、この対異界を見たら感じる。まあ、けれど、だいぶ良くなりつつこと、つつあることも事実なんで、もうちょっと筋が通る考え方をせんといかん。スーッといつも言っているように優しい言葉で優しい表現で読んだ人にスーッと頭に入ってくる、こういうことが大切。そのためにはやっぱりそれ以前によく調べる、よく辞典を引いて調べるいうことが大切。それでこの間、まあ辞典の引き方をだいぶ3時間もいろいろ教えた。あれ、分かってくれているかどうか。五代君、3時間の始め、終わり、まだ分かっていない。まあ、ホーク君は少し分かってきたようである。次回、この漢詩を先生にもう一回、ホーク君、自分の漢詩を説明してほしい。ただし説明するとき、いろいろ先生が教えたことを書き込んだやつで説明したらいいか。先生に提出した最初のやつでこの漢詩説明してほしい。今まで先生はこういうふうに説明したら、あとどういうふうに理解したかを聞いていなかったが、次回からこれについて説明を聞く。先生に教えてもらったことは書き込まないで先生に説明してほしい。同じように五代君のやつも白紙のままで先生に説明、五代君の原稿を白紙のままで先生に説明してほしい。また先生、この間字引きを A3 で大きくしたやつを3枚渡したが、まあこれについてはホーク君はだいぶ分かっているようだった。これも先生がに字引きのコピーした白紙のままで、ホーク君にも五代君にも説明してもらおうと思う。この間の授業、聞きっぱなしで終わり、読みもしない。五代君読んでいるかどうか疑問だ。君も読んでいるかどうかが疑問だ。だから次回は、あれについても何も書き込まないで白紙で説明してもらいたいと思っている。
先生に提出して、こういうふうに動画で説明してもらって、それを自分の頭に入れてしもうて、白紙で説明できたら、それは非常に進歩したと言える。まあ今日の監視、あえて言うなら5、60点というところである。まあだけど前よりはだんだん良くなっていることも事実なんで、よろしい。